鉄旅研さんファンタスティックトラベル新シリーズ東北本線の出発です。さあ鉄道で、そして各駅停車で東北を鉄旅しましょう。旅する路線は東北本線、在来線では東海道本線と並んで JR 東日本の経営を支える基幹路線です。起点駅はここ東京駅、1891年に全線開通した時は上野駅が起点駅でした。しかし1925年にここ東京駅に移されました。終点は盛岡駅。2010年までに段階的に行われた東北新幹線盛岡から新青森延伸により終点は青森から盛岡に変更となりました。東北本線の起点駅、現在の東京駅は2012年平成24年に保存復元工事が完成しました。デザインで一番変わったのがドーム屋根。空襲による火災から一度戦後は八角形の屋根に修復されましたが、今回辰野金吾設計のオリジナルのドームが復活したんです。東京駅の在来線で地上ホームから北に向かう1番線から10番線までの線路すべてが東北本線。運用で中央線、京浜東北線、山手線、上野東京ライン、常磐線に分かれています。その一番丸の内側、中央線の高架の下にある3番線、京浜東北線、赤羽大宮方面行きのホーム。ここに東北本線と東海道本線共用の0キロポストがあるんです。日本の基幹線2線の鉄路の起点がここにあります。また、この東京駅から徒歩10分もかからないところに日本の道路の起点があります。日本橋です。江戸時代からここは日本の交通の起点。東北本線ができる前の東北地方の陸上交通物流は日本橋から北に伸びる日光街道とその先の奥州街道が支えていました。東北本線を鉄旅していると江戸時代の街道や宿場町の遺跡遺構に数多く出会います。こうした映像も随時ご紹介してまいります。江戸時代の日光街道の面影が残るその最初のシーンがここ日本橋北詰め。左側に江戸時代の浮世絵に描かれている三井越後屋、現在はその子孫である三越と旧三井の金融機関の本店が立ち並び見えています。その他浮世絵に描かれている日本橋の老舗ののれんも今に受け継がれているんです。こうした日光街道や奥州街道の遺構や宿場町の面影も東北本線の沿線には数多く残っていますので随時紹介してまいります。東北本線は埼玉、栃木、福島、宮城、岩手の中央を貫く文字通り東北の旅客輸送の基幹路線です。 JR の在来線の中では3番目に長い 565.1km の路線距離を持っています。駅数は支線を含めて全144駅あります。その全路線全駅を下車周遊する鉄旅に出かけたいと思います。また松尾芭蕉の奥の細道の物語も沿線には散らばっています。ぜひお楽しみください。東京駅に戻りましょう。それでは東京駅の駅中グルメストリートをご紹介します。まずは皆さんよくご存知駅弁や祭り。東京駅には新幹線を使って全国の駅弁が集められそして販売されています。また改札内にグランスタというレストラン街もあります。その中にある数ある名店の中で東京の鉄旅にふさわしいお店、そして
コストパフォーマンスにも優れたお料理、東京駅ならではの一皿、こうした美味しさ抜群のレストランならここです。グランスタの1階と B1、 吹き抜けの恐竜のネオンサインの真前、東洋軒です。明治時代は宮内省御用達の店として有名でした。戦後は三重県で味とのれんを守ってきましたが、最近ではまた東京に戻り出店しているお店です。看板メニューは言うまでもなくブラックカレー、松坂牛の甘み、旨み、煮込んだ玉ねぎの甘み、そして爽やかなスパイス、日本式欧風カレーの一品がこの東京駅の駅中で味わうことができるんです。東京駅の駅グルメならまず東洋軒のブラックカレーをどうぞ。それでは東京駅から東北本線の鉄旅出発進行です。東京駅の隣の駅といえば神田駅です。神田駅は2023年10月アース製薬の社名を駅名表に入れて企業 PR、 なんと発車音楽もアース製薬の CM ソングを流しています。神田駅は上野東京ラインと常磐線が通過します。中央線、山手線、京浜東北線の3線が島式ホーム3面6線で運用されています。さあ、神田は言うまでもなくグルメの街、美食の街。今回は駅グルメということで、神田駅西口の真ん前にある西口商店街をご紹介しましょう。この商店街のお店は美味しいはもちろん、コストパフォーマンスが抜群なんです。ここ立ち食いそばの人気店亀屋は天玉そば発祥のお店、そして絶品昆布水つけ麺でいつも行列のサンマロ、こうした数々の名店の中で私が今回クローズアップしたお店がここ東京ブッチャーズです。ステーキは5000円1万円とお金を出しさえすれば特級の美味しいお肉を味わえる、まあこれは当然です。しかしここ東京ブッチャーズのこのランチは1000円です。美味しいステーキランチをたらふく食べることができるんです。もうこれは神田でしか味わえません。また神田はラーメンの超激戦区、この激戦の中一番の長蛇の列を作っているのが神田ラーメンワイズなんです。都内の家系ラーメンの中で今一番美味しいと高評価を得ているお店、新鮮な豚骨を大量に煮込み続けて作るスープがもう超濃厚、その濃厚スープと合わせる濃厚醤油、受け止めるコシのある太麺、でーかいチャーシュー、今東京で一番旬の絶品ラーメンです。それでは神田駅から次の秋葉原駅に向かいましょう。この区間で中央線がお茶の水方面にそれていきます。よって神田駅から島式一面減少、しかし秋葉原駅は総武線が新たに接続します。 JR 東北本線の上を相対式2面2線の高架ホームが横断しているんです。そして2005年以降ここ秋葉原駅を変えたのがこの中央改札口、それまでは貨物駅の跡地だった土地に大きな駅ビルが建設されたんです。きっかけはつくばエクスプレスの開業以降、電気街口、昭和通り口の改築と商業ビル化がどんどんと進み、秋葉原駅は以前と比べて随分と明るくなりました。秋葉原は過去も現在も電気街で有名、しかし昔から食べる場所が少ない街でした。駅中の牛乳スタンドとタゴトの立ち食いそばはそんな中貴重なランチ場所でした。よって秋葉原はおすすめグルメスポットは
なしでお願いします。全国チェーン店のレストランはあるんですが、秋葉原ならではのお店が少ないんです。秋葉は漫画、アニメ、ゲームソフト、フィギュアなどのポップカルチャーの聖地として有名です。ゲームカフェやメイドカフェもいっぱいあります。秋葉原で鉄旅に一番ふさわしい遊びは、なんといっても旧万世橋駅。開業した明治45年に作られたホーム部分が最近デッキとして再生されました。外観は明治時代のまま、しかし内部はリノベされた駅を楽しむことができるんです。そして高架下にはレストランも整備されて、神田川を眺めての食事も可能です。駅の階段を上がっていくと、そこに展望デッキ、中央線がすぐ両脇を行き交う特別な空間です。神田駅を出発した中央線はすぐここ旧万世橋駅に差し掛かります。中央線が旧万世橋駅から東京駅まで延伸開業したのは1919年。その時に追加で神田駅が開業しました。ただこの神田駅と万世橋駅の間の距離があまりに短く、1943年に万世橋駅は事実上の廃止となります。そしてここ旧万世橋駅から隣駅お茶の水駅が目と鼻の先、有名な聖橋の立体交差を眺めることができるんです。それでは秋葉原駅を出発、次の御徒町駅に向かいましょう。御徒町駅は島式2面4線の高架駅、1925年に開業しました。御徒町といえばアメ横、アメ横といえば御徒町というぐらい、駅前のアメ横商店街はインバウンドの旅行者にも大変有名です。太平洋戦争後の闇討ちが起源の商店街、果物、野菜、海産物、お菓子のほか、最近は粉物や寿司の屋台も人気です。アメ横の名物ともいえる値引きの掛け声、安売りの街には昨今も多くの買い物客、そして外国人がいつも集まっています。その集客力の高さからか、御徒町には地場の百貨店、スーパー、ディスカウントストアが立ち並んでいます。ここが上野松坂屋百貨店、そしてここが魚屋の吉池。この御徒町駅前の吉池ビールの最上階には魚屋直営の吉池食堂があります。魚屋だけに新鮮魚介や地酒が楽しいお店です。今見えているこの光り物だけの海鮮丼、これもいかにも吉池らしい丼物です。それでは御徒町駅の駅グルメをご紹介しましょう。駅グルメとは言ってもちょっと駅から10分ほど歩くんですが、間違いなく御徒町駅の駅グルメの名店、それは伊仙です。昭和5年から続くとんかつの老舗、お箸で切れる柔らかいとんかつはここ伊仙が元祖なんです。カラッと揚がったロースカツ、柔らかく煮付のジューシーさと甘み、これが口の中に広がる至福。また伊仙はカツサンド発祥のお店でもあります。その伊仙のレシピを受け継いだのれん分けのお店は数多いのですが、その一つがここマイセン。そのマイセンが東京駅の駅中に出店しました。牛丼店のようなレイアウトのお店ですが、マイセンの職人さんがキッチンで丁寧に揚げたとんかつ定食やカツ丼を東京駅で楽しむことができるんです。御徒町を楽しんだ後は次の駅、上野駅です。京浜東北線が上野駅1番線に到着。ここは上野駅の2階部分です。この2階だけでも6面12線もある巨大駅です。上野駅は
常磐線の各駅停車の始発ホームが3線あるのが特徴。上野東京ライン常磐線の快速電車の停車駅でもあります。ここに加え1階特急ホームと地下新幹線ホームが加わり、やはり上野駅は巨大駅です。上野駅小便玄関口です。1932年に完成した2代目駅舎のデザインが現在もほぼ同じ外観を維持しています。上野駅正面玄関口を中に入るとアトレ上野のレトロ館のレストラン街が立ち並び、そこを抜けると中央改札前に至ります。猪熊源一郎の自由の絵が改札口の上に広がります。昭和時代は改札口の上に発車時刻を示す木の札がたくさん下がっていました。今は電光掲示板の案内板がたくさん吊り下がっています。その向こうに1階ホームが広がります。敷島ホームを含めて3面6線石川啄木路短歌ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くの句碑が東北に向かう15番線ホームに設置されています。東北本線は日本初の私鉄、日本鉄道会社による1883年上野駅から熊谷駅間の鉄道開通がその始まりです。上野駅は開業時は始発駅だったんです。よって東北本線の始発駅はここ上野駅である、そういう空気をここ1階ホームは強く持っていると私は思います。上野駅には大きな建物として、その他この広小路口と2022年3月新しくなったばかりのこの公園口の2つがあります。公園口駅舎は木彫の鋼鉄製のルーバーを設置、朝食の LED 照明でライトアップ、憩いと芸術が重なり合う森の光と風を表現しています。さあ、上野駅の駅グルメ、この駅ならこの日すらをご紹介しましょう。上野といえば、そう、洋食の老舗黒船亭です。黒船亭はデミグラスソースが絶品のお店。ビーフシチューやストロガノフも美味しいのですが、今回は看板料理の一つハヤシライスを注文してみました。煮込んで煮込んで煮込んで作るこのハヤシライス、フォンドボーと肉の旨味がとろーり融合したビーフシチューのような絶品ソースです。このソースがまたライスとよく合うんです。ハヤシライスは日本の洋食メニューながらフランス料理の技巧を最大限に取り入れた一皿です。絶品ハヤシライスを堪能した翌日は上野公園で散歩しましょう。上野公園は幕末行われた戊辰戦争の激戦地である寛永寺の土地に建設されました。上野公園は日本で最大の美術館が集合する公園。その美術館の代表が東博東京国立博物館、その他東京都美術館、国立西洋美術館などなど、アートを堪能できる場所、それが上野公園なんです。それでは上野公園を散策しながら東北本線第一章を締めたいと思います。東京から神田、秋葉原、御徒町、上野の鉄旅、いかがでしたでしょうか。日本一のグルメロード、名店の味、楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録とグッドボタン、ご協力よろしくお願いします。